はい、どうも、さきです。ちょっと嬉しいことがありまして、はい。うちの会社ではですね、オンラインリハビリっていうサービスを、まあ、やっているんですね。まあ、ズーム上でプレイヤーと、で、患者さんとそのご家族さんと、こうね、ズーム上で繋がって、まあ、リハビリをね、こう受けていただき、まあ、結果ね、認証者改善につなげていくという、まあね、一緒に取り組んでいくという、そういうサービスをやってるわけです。僕もね、一部の患者さん、こう、担当させてもらってるわけなんですけど、まあ、つい最近ね、こう、体験、はい、オンラインリハビリの体験をね、こう、受けられた方がいたんです。一応僕の方で担当させてもらってたんですが、その方がね、はい、その体験を経て、もう実際のね、こうもうちょっとリハビリを継続して、こう受けていこうというふうにね、こう決めてくださったご家族さんたち、ご本人さんたちがいるんですね。はい。まあそのお母さんとその娘さん方という形でいつもね、ズームでお会いさせてもらっているんですけれども、なんて言いますかね、まあ娘さん方もですね、そうお母さんのために一生懸命なんですね。はい、できることを一生懸命頑張ろうと。で、そのお母さんも、自分自身のね、こう今後がこう心配とか、改善させたいっていうこう気持ちがあるからということで一緒にね、頑張ってみんなで取り組もうというふうに、これからね、ちょっと気合を入れてね、やっていこうと決められたところです。はい、すごく嬉しいなと思うわけなんですけれども、やっぱりね、ま、この方々ですね、ちょっと直近のね、目標がありまして、はい。まあ、何かというとですね、まあ、この方、関西にね、今お住まいの方ではあるんですけれども、九州の方にですね、まあ、お孫さんがおられて、はい、ご本人さんから見てね、お孫さんがおられまして、その方がですね、舞台の方にね、こう出られると、いうことだそうです。近々ね、はい、その晴れ姿をね、見に行きたいと。はい、これは体験の頃からこうね、僕に教えてくれてたわけですよ。これをね、どうしても見に行きたいんですと。ただやっぱりこう、長旅ではあるし、まあ、症状的にも気になるし、大丈夫かと、心配なんですと。いうことだったので、じゃあ、まあね、長期目標というよりは、まあ、直近の目標として、はい、その、舞台をね、こう見に、無事行けるように、体作りとか、まあ、症状のね、こう今、その期限までにできるね、症状改善っていうのを目指していきましょうということで、まあ、こうやらせてもらってるわけなんですけれどもね。はい。まあ、それもあってか、やっぱりね、ご家族さんの中でも、ご本人さんも娘さんたちもね、やっぱりこう、一丸となって頑張ろうというふうにこうしてくれてるので、僕としてもすごくありがたいというところなんです。やっぱりですね、まあ、今回のね、この出来事というか、この体験通してですね、やっぱり目標を立てるっていうのはすごい重要なんだなと、改めて僕も思わせていただいたわけなんですね。はい。まあ、長期的な目標もあると思うんですよ。その改善させた向こうで、どういうことをこうしたいかとか。まあ、それもあると思うんですけど、短期的にね。はい。今、とりあえず、こう、何を目指したいかっていうところもね、こう、両方ともね、こう、見据えるっていうのはすごい重要なんだろうなと思いました。まあ、やっぱりね、今回ね、例に挙げさせてもらったご家族さんたちのお話聞いてると、やっぱりね、こう、将来的にね、もっともっと症状進んだらどうしようっていうね、そういう不安を解消させたいっていう気持ち、思いも、ま、持ってくださっているわけなんですね。はい。もちろんそれを、目指していくっていうところもまああるんですけれども、ただね、もう期限、日付がある程度決まっておりまして、はい。で、それに対して、こうね、向かって、それに対して、どうこうしていきたいという。はい。まあ今回で言ったら、お孫さんの晴れ舞台をね、ぜひ無事に見ること、はい。ちょっとしたこうね、プチ旅行を、はい、楽しみたいという、まあこういったね、ところがまああるということですので、まあそういったね、目標を掲げて、それに向かって何を、取り組んでいくと。まあ僕もね、それを聞いたときに、いろいろその他の改善のために必要な要素とか、ポイントっていうのはいっぱいあるなとは思ってたんですけど、じゃあ、そういうね、短期的な目標があるならば、じゃあここをまず優先しましょうかとかね、やっぱりこう計画とか、アプローチのね、こう流れっていうのも、まあそれに合わせてこう変えていけるし、変えていこうとすると、いうことですので、やっぱりね、なんかそういった目標があるかないかだけでもね、全然違うかなと思います。これを見ていただいているあなたもですね、まあ認知症の方、まあお母さん、ないしはお父さんのね、まあこう症状にお悩みかもしれません。改善させた、ところで、こう一体何をしていきたいかっていうね、その目標をね、まあ立てるだけでもモチベーションにもつながりますし、まあ何をね、すべきかっていうところのこう絞り込みにもなるのかなと思いますんで、まあちょっと一つね、はい。あなた自身もどうしていきたいかなとかっていうね、こう、ちょっとした未来に目を向けていただくことをお勧めしますというところです。まあ、今日の内容は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また良ければチャンネル登録、いいねなどお願いします。また動画更新します。それまで、さよなら。